ちは、シエルです。今日はですね、サイン会をやろうと思っていて、サイン会って何なのって感じだと思うんですけど、私のね、ツイッターでプレゼント企画をやったんですね。でそちらのプレゼント自体はトランプなんですけど、そのトランプに、私のね、フォトブックをね、同封して送っちゃおうと思いまして、そのフォトブックに今からサインをしていきたいなと思います。まあ自宅でね、サインを書こうと思ってるわけなんですけれども、まあ、無観客サイン会ということで、ね、ちょっと皆さんにお付き合いいただけると嬉しいです。こちらがフォトブック、マジシャンルナちゃんと一緒に撮影したものです。こちらはね、ハワイで撮影したんですよ。というわけでちょっと見るね。はい懐かしいな。こちらの中身は後ほどちらっとお見せしたいと思うんですけど、早速サインを書いていきましょう。表と裏どっちに書こうか。表か。じゃあ書いていくよ。ここ、あ、なんか緊張する。無言になっちゃう。あ、ちょっとバランスもつったかも。いいか。2024月9日、できました。4つプレゼントするので4冊書いていきたいと思います。あ、ちょっと形が、あ、ちょっとブサイクなっちゃった。書いてると全然喋れない。ウサギの絵が書いてあるのね。ウサギの絵が入ってるんだけど、これがね、書けば書くほど雑になってくるんだよね。そう、今日は4冊だけだから可愛く書きたい、このウサギをね。1冊ちょっと後ろにサインしてみるの、どう？微妙？いいよね、大きく。なんかこのやっぱウサギちょっとまあ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 だ。ラブマジック2024月9日、サンキュー。この裏は当たりね、当たり。裏は1個だけにした。たまにサイン書いててさ、よく分かんなくなるとき、分かった、喋ってるからだ。話したら書けないね、無言になっちゃうよ。あー、なんか上手に書けなかった。はい、4冊サインを書かせてもらいました。中をちらっと公開。こんな感じだったり、ね、私たちいないけどハワイの景色、ちょっとマジックしてる風。エッグベネディクト食べに行った朝食のレストランがすごい可愛かった。私の好きなページね、パイナップルと私。もうルナちゃん可愛いね、うん、わあ、これ見て、ハワイでウォーリーの仮装して、これ見て、ハワイの街中を駆け巡ってたの。何だったっけな、呼び方忘れちゃった。日本語だとウォーリーなんだけど、海外でちょっとね、発音呼び方が違くてね。後ろにいるおじさまもイエーイってやってくれてるの。優しすぎかい。ハワイにストリートマジシャンいて、マジック見せてもらった。そしたらさ、すげえチップ取られたんだよ。笑ったわー。ハワイで花火を見たんです。はい。という、そんな感じなんですが、もうこちらはね、ちょっと届いた方のお楽しみということで、謎のサイン会でした。ちょっと今日はハワイの思い出を振り返ってみたいと思います。ハワイはね、4回ぐらい行ったかな。私20代の時にさ、年に3回ぐらい海外に行ってて、ハワイはやっぱり気候がいいよね。すごい空も綺麗、海も綺麗、暖かくてカラッとした空気みたいな感じで、うん、すごい過ごしやすくて、やっぱ好きだね。リゾート地ですね。ダイヤモンドヘッド、なんか朝5時か6時ぐらいから山登って、あの日の出見るっていうさ、ツアーみたいなの何回か行ったんだけど、毎回曇りだったね。私のお天気運がなかったんだけれども、ね、でもなんかやっぱ
朝から早朝ハイキングはすごい楽しかったね。レストランとか食事はチップも払うから少し高めなんだけど、ブランド品は安いんだよね。バッグとかよく買って帰ってきてたりしましたね。ジュラシックパークの撮影地に行って、遠くからしか見えなかったけど、なんか恐竜みたいのいたよ。檻に入ってるやつ。なんか撮影で使ったやつなのかわからないけど、その時にさ、なんかジェットスキーができたり、海を覗けるなんちゃらがあったり、なんかボートのなんか遊びがあったり、なんかいろんなのが入ってるプランがあったんだけど、その時にさ、なんか私とその友達だけが女2人で、それ以外みんなカップルだったので、なんか2人でなんか寂しくねってなったんだけど、まあ、それもね、今となっちゃいい思い出だよね。あとね、1個学んだのはね、ハワイの、ホテル、このホテルはね、ちょっと個人的にすごく重要で、HIS とかの激安プランのホテルって本当にひどいのよ。星2つぐらいのはちょっと要注意ですよ、皆さん。寝泊まりするとこなんてそんなに気にしないっていう人もいると思うんだけれども、女の子はちょっと気にした方がいいかもしれない。私、ハワイに初めて行った時に、そのちょっと安いプランだったんですよね。その時が星2つぐらいのホテルで、あの基本的にアメニティみたいのはないんですよ。で、タオルはパサパサ、お湯が出ない。そのホテルの最上階にプール&スパリゾートみたいのがついてるっていうことだったんだけど、行ったらそのプールにピーって黄色いテープが貼ってあって、デンジャーって書いてあったの。もう何があったのみたいな。でびっくりしたよね。私の中でホテルだけはこの最低ラインみたいなのはちょっとあるから、そこだけはあのハワイ旅行に行く方はご注意をっていう感じかな。ルナちゃんと行った時はね、ちょっといいとこ泊まったんだよね。でモアナサーフライダーだったかな。数年前に母親をね、ハワイに連れてったんですよ。そう、その時に、シェラトンのスイートルームに運よく泊まれて、そう、よかったよ。広いし、綺麗だし、ベッド大きいし、お湯もちゃんと出た。窓からの眺めも良かったし、けど、なんか旅行に行く時にさ、みんなお金かけるとこってそれぞれだと思うんだよね。なんか、食事だったり、遊び、あとはなんかお土産とか。なんだけど、ホテルはね、事前にチェックしていった方がいいかもしれない。でもね、いいね、ハワイ行きたくなるね。昔は海外には一人で行ったりとか結構してて、ラスベガスはね、ホテル安くてもね、結構綺麗だったりしたんだけど、ハワイは気をつけて。というわけで今日はハワイの思い出を語りつつの動画でした。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。